国連世界宇宙週刊ジャパン2020。この日、世界が初めて非言語でつながる。10月10日は今聞いてわかりましたか？全然ハモれませんよね。川村康子さんがなんと英語に大事なところを翻訳してチャットに書いてくださいます。国連世界宇宙週刊ジャパン実行委員長の、辻と申します。ハミングピースという言語を超えてみんながハミングで世界中つながりましょうということで、人類は一つだよと、いうことが、まあ、その国際週刊の一つとして宇宙週刊というものに込められています。このハミングピースがそれをまさに実現というか体現させてくれるようなあのイベントなので楽しんでください。ハミングフォーピース、人の声で人が癒されるあの日まで。きっとあれは未来の地球だった。あの日確かに私は見たんだ。人々が世界中のみんなと手を組んで同じ歌を鼻歌で口ずさんで平和を祈っていた。あの世界を築きたい。私はあの世界に名前をつけた。ハミングピース、言語を使わないハミングで世界中が一つになる世界。だから私は命が尽きるまで平和な国日本から鼻歌を歌い続ける。世界中が一緒に歌い始めてくれる日まで。あなたにも聞こえますか？あなたにも聞こえますか？